ウェディングドレスの会社さんから相談がありました。コロナの営業でなかなか結婚式が開かれないと。そんな時に、フォトコンという新しい需要が出てきたわけですね。今、黒巻スタジオで撮影すれば、後ろのバッグはいかようにも変えられるわけです。その時、ドレスを何着か着替えたり、 そしてヘアメイクの人が一切すれば、写真ができるわけですね。そして、その想定する、このカバーが、アルバムのカバーが、これはイタリア製ですけど、何種類も立派なものがあります。ですから、コロナのせいで結婚式ができないときには、とりあえずフォトコンで記録を残すことによって、 ウェディングドレスの会社さんは新しい結婚式の形ができるのではないかと思っています。これはコロナが終わった後でも例えば今の結婚式というものが少し形骸化している部分があるわけですね。ホテルで結婚式が始まったのがもう40年ぐらい前ですかね。それままでででは神社とかお寺でまた料理屋さんで え、結婚式やってたみたいですけど、えー、ホテルでやるのがもうこの30年、40年、えー、かかってきたわけです。え、それがあ、なかなか、あ、境外化している中では、えー、ズームで、えー、みんなでお祝いをしてもらって、えー、そして、フォトコンで、えー、報告をするようなことも出てくるかと思います。えー、そのような、あ、相談も、 私たち印刷会社が受けれる時代に来たということだと思います。